はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、ポケットトミカ無敵の建設車両スペシャル、こちら全6種類を見ていきたいと思います。それではまずは1つ目、グリーンのカプセルから見ていきます。パーカ、はい、中にはですね、こちらガイドブック、ポケットトミカ無敵の建設車両スペシャル全6種類、はい、ラインナップはねこんな感じになってます。ちっちゃい子に人気の車両いっぱいですね。で、今回ね、目玉商品といいますか、メインはね、やっぱこれじゃないですか。イスズギガフルトレーラー、連結ね、できるバージョンですよね。シルバーバージョンとレッドバージョン、2車種あるみたいですね。1個目のカプセルの中には、こちらの車両が入ってました。UD トラックスミキサー車になります。こちらのミキサー車、ボディカラーはですね、薄いね、緑色ですね。あと後ろのこのね、ミキサーのタンクの部分ですね、ここは黄色になっていて、くるくる回ります。あと車輪の方もね、回るんで、手転がしで遊ぶこともできますよ。サイズの方なんですがね、トミカと比べるとこんな感じになってまして、そんなにね、ちっちゃくないんで遊びやすいとは思います。はい、まず1台目はですね、 UD トラックスミキサー車でした。では2つ目のカプセル、黄色いカプセル見ていきます。バカ、黄色いカプセルの中にはこちらが入ってました。小松油圧ショベル PC207 型になります。こちらショベルカー、タイヤの方はね回らないんですけど、このね本体のとこ、ここがね運転席のところがくる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 回転します。あとですね、こちらアームのところが動いてですね、まず根元の部分、ここが動くのと、そしてこの中間地点、ここも動きます。こうやってね、すくうことできますね。ちょうどね、今後ろに置いてたんでね、比べるとこれぐらいの大きさの差ですね。やっぱりトミカはね、ちょっと大きいんですが、それでもね、そんなちっちゃくないでしょう、これ。こうやって見ててもね。はい、2つ目は小松油圧ショベル PC207 型でした。続いて3個目のカプセル見ていきます。白いカプセルになります。パッカ。白いカプセルの中にはこちらが入ってました。じゃじゃん。オフロードダンプ。こちらオフロードダンプ、ボディカラーはですね、白いカプセルと同じで白色ですね。あとですね、これアクションになんかね、この後ろの荷台のとこ、こう上がりそうなイメージありますけど、これ上がらないんですね。こんだけ大きいんで、ちょっとね上がったりするのかなと思ったんですが、上がりません。ただね、この後ろ荷物がね、いっぱい詰めそうは詰めそうですね。細かい部分になるんですがね、ホイールがですね、ボディ色と同じ白色にペイントしてあるんですよね。あとリアタイヤのところ、リアタイヤだけダブルタイヤにして、この辺のトラック感を出してますね。ちょっと変わったところにね、こだわった感じが出てます。はい、3台目はオフロードダンプでした。それでは4個目のカプセル、オレンジ色ですね、見ていきます。バカ、4個目のオレンジのカプセルにはこちらが入ってました。じゃじゃん、ヒノドルフィンダンプトラック。はい、こちらもね、さっきと同じでカプセルとね同じ色してますね。オレンジ色、
あと前の方からね、この辺綺麗にペイントしてくれてるんですが、このね、トラックも後ろ上がらないんですね。荷台の部分上がって欲しかったですね。後ろにちょうどね置いてたんで、これサイズの方ね比べるとこんな感じです。このね、普通のトミカの荷台の部分にこれ乗せることできるぐらいのサイズですね。ちょうどそれぐらいのサイズになってます。はい、4つ目はヒノドルフィンダンプトラックでした。はい、ついに来ましたね。残り2車種見ていきます。これは黒いカプセルかな。おお、5個目のカプセルの中にはこちらが入ってました。じゃ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 ーん、イスズギガフルトレーラーダンプ、こちらはシルバーバージョンになってます。もうこれが出た時点でもう大当たりって感じですよね。めっちゃ嬉しいと思います。はい、こちらね、今回の目玉商品の1車両になるんですが、シルバーバージョン、かっこいいですね。カプセルの中にね、ぎゅうぎゅうで入ってましたよ。やっぱり2つ入ってますからね。まずね、こちら運転席のね、ここ、フロントガラスの下のところにはね、イスズと大きくね、エンブレムが貼ってあって、かっこいいですね。あとね、この辺とかシルバーにペイントされてて、かっこいいですよ。ぐるっと回しまして、これもね、ただ荷台のところはね、上に上がらないのが残念です。そしてね、こちら追加でね、連結できる荷台になります。これをね、ぐーっとつなげることができるんで、ガシャーン。はい、これでね、フルトレーラーの完成です。かっこいいじゃないですか、これすごい。これでいっぱいにも詰めますね。こちらのフルトレーラーでしょ。で、さっきのダンプトラックを並べます。ほら、やっぱりもう当然ですけど、この部分ね、長さ違いますもんね。絶対こっちの方が得ですよね。はい、5個目のカプセルはイスズギガフルトレーラーダンプでした。では今回最後になります。くる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 、赤色バコ、おほほほ、すごい。これも、はい、ラスト6個目は、中はね、当然こちらが入ってました。イスズギガフルトレーラーダンプレッドバージョンになります。こちらのレッドバージョンはさっきのね、シルバーバージョンと全く同じで、ただね、カラーが違うだけになってます。連結させるとジャギーン、こんな感じですね。かっこいい。やっぱりインパクトがあるのはレッドバージョンですかね。こんなね、長い赤色あんま見たことないですよね、走ってるの。すごいな。はい、ラスト6個目はイスズギガフルトレーラーダンプレッドバージョンでした。はい、今回はポケットトミカ無敵の建設車両スペシャル全6種類をご紹介しました。6種類のうち2種類はね、ギガフルトレーラーダンプなんで、結構ね、確率的に言うと当たりやすいと思うんですよね。なんでね、こちらのシルバーバージョンとレッドバージョン、ぜひ皆さん当てちゃってくださいね。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、またねー。